山あ自衛門明治4年2月14日は、江戸時代末期の幕臣、軍学者、兵学者。本性は、立花の死。自衛門は、字で、意名は清純、郷は清順、後は、清祭。愚上藩主の青山家の家臣として、江戸藩邸で誕生。越後流軍学を学び、後に、後部塾を主催、兵学を教える。文久年、陸軍制度取調べ用となり、 幕府軍の西洋化に関わる。慶応元年の将軍、家持の長州聖伐に従軍する。慶応四年、将棋隊に壊れて、戦術指南を行う。山明は、上野の高地を占める、将棋隊を軸に、関東一円の旗本八万期、江戸湾に浮かぶ江本武明率いる、幕府艦隊、欧州列藩の三者が連携をとって、江戸城にいる、新政府軍を包囲すれば賞賛がある。 と助言するまた、開戦後は夜になると、上野を出て、野衆をかけるべきとも語っていたが、将棋隊は反日で崩壊したため、このプランは実行されなかった。また、上野陥落の時は、林王寺宮を要して逃亡して、天皇を立てるという案は、東部皇帝の即位という形で結実した。上野戦争そのものには関わらなかったようで、明治になると許され。 一時兵部省に出資していた、青山や菩提寺の梅窓院に石碑が存在する。記号は、九州の死者青山幸吉。ありがとうございます。